おはようございます。橋本海です。本日は脱サラしたい漫画家志望さんへのアドバイス、今働きながら漫画を描いてらっしゃる方、いつ仕事を辞めるのかについてお話をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までお話を聞いていってくださればと思います。脱サラをしたいなと思いながら漫画家を目指されている方、いつもお疲れ様です。お仕事の後に漫画を描いたりとか、みんなと遊びに行かずに漫画を描いたりとか、いろいろ大変な時期かなと思います。僕自身もですね、正社員ではなかったんですけれども、非常勤の介護士として仕事をしながら漫画を描いて、で連載を持って、その後仕事を辞めて漫画一本で生活をしているという状況にあります。ですので脱サラをしたいなという気持ち、すごくよくわかると思います。まずですね、脱サラをしたいっていうところで、どこまで脱出するかっていうところにもなってくると思います。脱サラって聞くと、やっぱり辞職してその道で一本で行くということはイメージが強いと思うんですけれども、今の世の中ですね、 SNS で漫画をアップしたりとか、ファンボックスとかですね、そういったところを使って漫画での収入もあるけど別の仕事もありますというですね、二足のわらじを履いてらっしゃる方もいらっしゃいます。そういった働き方っていうのは個人的には一番理想だなと思っていて、やっぱり仕事一本でも漫画一本でも、今の時代って収入源として不安が残る時代になってきたのかなと思います。正社員である人々にも副業を進めたりとかする時代なので、いつその会社が消えてしまうとか、そういうことがあるかもしれませんので、もしですね体力が続く、そして仕事が嫌いではないというのであれば、無理にですね完全脱サラせずに漫画家としてやっていくという方法もあると思います。でもですね、やっぱり多くの方がですね、仕事を辞めて漫画一本で生活をしていきたいという方がほとんどだと思いますので、いつ仕事を辞めるのかっていうところに注目していきたいなと思います。僕自身がそうだったので、そういう人がきっと多いんだろうなと思ってお話をするんですけれども、一番重要なのって生活なんですよね。大人になると自分で生活をしていかなきゃいけないなというのがあって、生活基盤がある人はいいんですけれども、そういうのがない人っていうのがやっぱり多くなってくると思いますので、何かしらで毎月収入を得ていく必要はあると思います。宝くじがめちゃくちゃ高額当選してるとか、親がいつまでも実家にいていいよとか、そういったレベルの方はですね、漫画家になるまでめちゃくちゃ甘えていいと思います。環境に甘えて夢を実現するっていうものも、漫画家って時と運みたいな部分もありますので、そういった運を持ってる方はですね、最大限活用した方がいいと思うんですけれども、お仕事しながら書いているってなると、どこまで貯金ができるかっていうところにまずは重点が置かれるのかなと思います。僕の場合はですね、介護士をしながらオカルトちゃんは語れないの連載が始まりまして、僕自身はですね、連載始まったやったーみたいな状況で、その1年ぐらい前にはですね、千葉哲也賞の準大賞もいただいてたので、その賞金と月々の収入ですね、合わせてその当時はですね、6から80万ぐらいが常時あるというような状況だったんですね。僕って以前動画でお話ししましたけれども、めちゃくちゃ極貧生活時代を経験してるので、口座に60万あったら半年は暮らせるじゃんこれはと思っていたんですね。皆さんからしたらやっぱり不安があると思います。60万で仕事辞めるっていうのはさすがに怖いよっていうのがあると思いまして、僕もですね、当時妻に、これって連載始まったらさ、仕事は辞めてもさみたいなこと言ったら、ふざけんじゃないよみたいな言われましてですね、でも連載をしながら仕事を行って、もちろんですね、連載を優先しなくてはいけないなというのもありますし、もうそこの介護施設もですね、7年ぐらい働いてまして、最初から入る時に、僕漫画家目指してるんですっていうのを話して入ってたので、やっと夢が叶ったねみたいなことも言ってもらえてたので、すごく協力していただいて、連載が始まったから週何日の勤務に減らしたいんですっていうのも聞いてくれましたし、この曜日ちょっと厳しいんですみたいなこと言っても、あ、じゃあこっちの曜日にずらしますねとか、そういった融通を聞かせてもらえたんですね。そういったありがたい部分もあったのでやらせてもらったんですけれども、最終的にですね、単行本が1冊出て、その2ヶ月後ぐらいに辞めました。たまたまですね、ありがたいことに単行本が出てすぐに重版がかかるというような状況もありましたので、トータルでその重版とかも含めて90万円ぐらい入ったんですね。それプラス介護の仕事で収録で勤務していた時よりも月々の原稿料の方が多かったんですね。なので今まで介護の収入で暮らしていたけれども、連載の収入の方が多いじゃんってなってたんですね。半年間それが継続できたので、これだったら1年ぐらいはなんとか暮らせるなっていうのがあったので、辞めさせていただいたというのがありますね。なので皆さんの基準がどこまでかは分かりません。それが貯金が500万ないと怖いよという方はですね、貯金500万貯まるまでは仕事しながら連載するよとかですね、目標が変わってくるかと思いますし、実家に暮らしてるんだったら仕事辞めて即漫画家だけでやっていきますっていうようなことをしてもですね、許されると思います。なので状況によって皆さんそれぞれ違うと思うんですけれども、判断基準はお金になってくるのかなっていうふうなことが一つ挙げられます。もしくはですね、週刊連載でも
バリバリ上げないといけないからっていうような多忙なスケジュールでやったら仕事はもうやめざるを得ないと思うんですけれども、月刊連載とか各週連載であるとか、週刊連載だけど3週に1回休みをもらえているみたいなウェブ連載の方とかですね、そういったパターンの方は仕事を続けれるんであれば続ける、あと曜日を調節できるんであればバイト感覚で入らせてもらうとかですね、そういったことも可能かなというふうに思います。というところまではすごくざっくりしたお話なんですけれども、最後にどこまで連載をすれば安泰なのかというような基準のお話もしていきたいと思います。担当さん曰く、単行本の5巻が出たらその作品が打ち切りにいきなりなるというようなことはまずない、少なくとも最後までは書けるレベルには到達したというお話をいただきました。これはですね、2021年に担当編集さんから聞いたお話なので変わってる可能性もありはするんですけれども、もしですねめちゃくちゃ不安だという方はですね、単行本5巻が出るまで耐えていただくというのがいいのかなと思います。そこまで書くとさすがに3年ぐらいは連載していると思いますし、連載しているお金、仕事で得ているお金っていうのとあって相当貯金もあると思いますので、そこまでいきますと連載も安泰だから仕事を辞めても大丈夫かなというふうになると思います。もちろんですね、今の時代は紙の本が印刷されてその後重版がかかるまで終わりということではなくて、電子版が1冊でも売れればその料金が入ってくるという時代でもありますので、そういった意味でもですね、収入源っていうものは単行本さえ出れば確保できるという部分も強みになりますので、5巻出たところが最終的な安心ラインかなと思っていただくのがいいのかなと思います。今回はですね、脱サラをしたい漫画家志望の方へのアドバイスというお話で、仕事をいつ辞めるかということについてお話をしてまいりました。この動画はですね、リクエストいただいた動画になります。その方、もう今すぐにでも仕事を辞めたいとおっしゃってたんですけれども、辞めれるんであれば辞めたらいいと思いますし、周りが理解してくれるんであればすねをかじらせていただくというのもありだと思います。でも人間ですね、食べずに書き続けるということはできませんので、何かしらの手段で食べていくという必要がありますので、ぜひですね、食べるという目処がついたら辞めるというのがいいのかなと思います。で、連載が終わった後、次の連載をどのスパンで取れるかっていうのはさすがに未知数になってきますので、その連載がですね、終わった後も1年ぐらいは収入がなくても食べていけるなぐらいのお金が自分の手元にあればですね、辞めてもいいんじゃないかなというふうには思っております。このチャンネルではですね、こういった形で漫画に関わるお話も皆さんに随時お届けしていきたいと思います。動画のリクエストもお受けしております。ぜひ気兼ねなくリクエストしていただければと思います。またライブ配信では皆さんのご質問に直接お答えもしておりますので、ライブでもコメントぜひですね、お気軽にしていってくださればと思います。最後にですね、概要欄に僕の作品のリンクなど貼ってありますので、ぜひチェックしていただければと思います。また次回の動画でよろしくお願いいたします。橋本海でした。